はい、皆さんこんにちは。ジジイのアウトドアチャンネル。はい、今日はね、ビーパルの発売日っていうかね、全然ね、日にちが分からへんかって、ずっとね、琵琶湖でプカプカね、浮いてたんですけども、慌ててね、あのイオンに行って、キャンプの帰り、なんとかね、残ってました。はい、その一冊をね、買って、はい、それじゃね、付録開封。それじゃ開けていきます。はい、本の方のね、中身はね、アウトドア派の自宅の改造術。なんか見てたらね、憧れるな。はいはい、こんな家ね。はい、こんな家に住みたいなとか思いながら見てるんですけども。付録の方はこれあれですわ。1年前にあったんと同じようなんで、ちょっとね、大きなったかな。使いやすくなった。はいはい、そんな感じのね、バンプーカッティングボード、いいやつですわ。まあね、まな板で使うんやったら、これぐらい大きい方がね、やっぱ使いやすいんでね。で、結局ね、結局いうか、あれですわ、自分はまな板持ってるんでね、他の方法で、で、1年前のもね、2枚持ってるんでね、はい、他の方法も早うから考えてたんでね、今映ってるのはね、これあれですわ、作業台、作業をスムーズにするためにね、これもね、3日前ぐらいから準備はしてたんですけども、まさかいつか発売とはね、知らなかったんでね、はいはい、ほっといてキャンプ行って、ああ、気持ちいいなーってね、アホみたいなこと言うてたら、なんかね、インスタで発売日がどうのこうの、うわー、いうことでね。はい、それじゃあね、今回はこのカッティングボードを他の方法で使おういうことでね、ちょっとね、今から作業していくんでね、はい、ちょっと見ててくださいね。よしよしね、ちょっと喋りますけども、BGM を流していきます。今やってる作業はちょっとね、厚みを薄くするために、そのためにね、作ってる作業台いうんかな、ノコギリでも切ってもね、深く入らないようにね、はいはい、そういうあれですわ。3箇所だけちょっとね、ここが切りにくかったんけども、向こうの角2つと、でここ真ん中1箇所、これを5ミリ程度、薄くする部分をノコギリでね、細かく切った方が早いみたいなんで、ヤスリでね、最初からするよりもある程度これで落として、最後にヤスリでね、削るかいうことで、それがね、なんかこういうことしてしまって、ほら血出ましたわ。まあね、あれですわ、ちょっと作業してるんでね、まあ先にしたいとこまで済まそう思って、でヤスリで整えてるんですけども、やっぱね、ちょっ
と血が出てきたんで、はい、貼ってきましたわ、カット板はいはい、ちょっとだけやからね。はいはい、同じようなことしてね、切ったらまたあかんので、ちょっとね板当てて、ね、こう切って、ほらさっきのこうやって当たったけど、今やったらねこの木に当たるし、はいはい、やっぱ賢いでしょ、ちょっとはすぐね他の方法を考えて、はいはい、はい、この部分はねちょっとのみを使って厚みを薄くしてます。はい、こんな感じでね、こことこことここと3箇所はい完成しました。これで第一段階終わり、次はこちらになります。次はねこの、 あのコップとか今まで置いてた部分、あの結局ね滑ったりするんで、なんやったら穴開けようかいうことでね、はい、穴開けれますわ。話はねちょっとあの作業とは全然関係ないねんけども、昨日からねちょっと六谷崎の方にあのオートキャンプ、ちょうどねいいとこがあって、ずーっと日陰で、まあちょっと西日も当たることは当たってんけども、日陰でね結構ね36度ぐらいあった割には涼しかったんで、ああよかったなあいうことで、で夜になって暑いんちゃうかなと思ってたけども、夜中3時ぐらいめちゃくちゃ寒かって、結局ね、毛布1枚、タオルケットかな1枚出してね、で3時ぐらいから一晩寝てんけども、まあまあね人も少なかったんで、六谷崎の方も半分ぐらいしかおれなかったかな、はい、久しぶりでさ35年ぶりの夏キャンプ、ちょっと虫が多かったかな、はい、そんなでね作業の方は終わりました。はい、これですわ、コーヒーのドリッパースタンド、これセリアのグリップ、2つか見ようかな、それね いくつ前かな、ちょっと動画に上がってるんで、作り方あの詳しいことはねそっちをまた見てもらったら、はいはい、今回はこういう感じに使ってね穴開けたんでね、ビーパルのこれも、プリムスかなんかの、コラボ商品かな、それで使って、下にコーヒーが入る、コーヒーカップが入るんでね、でコーヒーをこういうふうに落として、で今回のは大きいんでね、お菓子も横に置ける、そんな感じなんでね横に準備して置いといて、でコーヒーを落として、でここに置く、これセリアね、3つ。セリアの方の鍋つかみもねちょっと加工がいるんでね、はい、前回のやつね動画を参考にしてください。それとねちょっとねスプーンが見当たらなかったんで、オープニングのナイフを置いてみました。最後までご視聴ありがとうございました。よければグッドボタン並びにチャンネル登録もよろしくお願いいたします。
インスタの方もやっております。ジジイアンダーバー70、ジジイは71歳。おおきに、おやすみ。